はい、ここは烏山線の滝駅周辺の風景になりますね。はい、名前の通り、滝の近くの駅ということで滝駅ということですね。ちょうど今列車が烏山駅の方面に走ってきましたね。ちょっとまあタイミングが悪かったんですけども、列車の方は行っちゃいましたね。駅はもうちょっと行ったところにありますと。ただちょっとロータリーもなくてね、車を止める場所がなかったですね。だいたい宇都宮からまあ30から35キロぐらいの、まあ、位置に位置しますね、この滝駅というのは。ですぐ隣が烏山駅なので、大体距離で言えば 2.5 から2キロぐらいの距離に位置しますと。でここはちょうど駅前になります。で電話ボックスが1個、あと踏切があるだけですね。ここは駅構内ですね。一面一線で、龍門の滝まで徒歩5分ってことですね。で自転車置き場があって、なんか建設会社があるみたいですね、ここに。こちらが宇都宮方面です。まあ、近くに烏山小学校と中学校があるみたいですね。